日本橋高島や三井ビルディングは東京都中央区日本橋で行われた日本橋二丁目地区第一種市街地再開発事業の CE 外区に建てられた超高層複合ビル。本校では他の外区に建てられた建物等についても記載する2020年度グッドデザインベスト100受賞。日本橋地区は江戸時代から続く多くの老舗や明治期以降には百貨店等が集積。 高度経済成長期以降は、金融、証券会社等の業務ビルが数多く立地し発展してきた。しかし、平成年代に入ると、地区の業務、商業ビルは老朽化が進み、他地区の発展に伴い転出する企業も目立ち始め、さらに地区内の建物の大部分は旧耐震基準で設計されており、一部には老朽化した木造建設物も,も見られていたため、 再開発による都市機能の更新を求める声が地元では次第に高まった。そうした声を背景に2005年3月に地区内権利者の有志が勉強会をスタート。11月には日本橋2丁目5番6番地地区ちづくり協議会を設立する。関係者間での議論を経て地区内におけるランドマークの一つで老朽化が進んでいた高島や 日本橋天本館の保存については、三井本館、日本橋三井タワーにおける保存の考え方を順用し、東京店を保存することによって得られる容積率を隣接外区で消化し、隣接外区との一体開発をしがいち、再開発事業を実現することによって、全体の開発スキームを組み立てることになり、都市計画に先立って2009年に東京店は、 重要文化財指定された。また隣接する北外区と共に都に都市再生特別地区を提案し、2011年に都市計画が決定。2013年に日本橋二丁目地区市街地再開発組合、設立認可、2014年に権利返還計画認可を受け、工事に着手し、ACD 外区が2018年、B 外区は2019年に竣工を迎えている。 再開発を機に b c 外区間の区道284号線は歩行者専用道路となり、駆動上空には高さ40メートル、長さ約90メートルにわたるガラスの大屋根で覆われた安全で快適な歩行者空間である日本橋ガレリアが整備されたほか、効率よく各外区間を移動できる地下鉄コンコース直結の地下歩行者ネットワークと地下広場も合わせて整備されている。 また、2018年9月には、法人地権者8名の正会員と、近隣町会等の巡会員で構成される、日本橋ガレリア,アイデアマネジメントを設立し、持続可能な賑わいのある街づくりを推進している。昭和通りに面した、太陽生命旧本社ビル及び旧日本橋高島や、新館の跡地に建てられた、地下5階、地上27階の太陽生命日本橋ビルが、位置する。 このうち4階から5階に日本橋高島や SC 東館が入り、ポケモンセンター東京デラックスポケモンカフェ及び外商サロンが所在する。1階にエントランスホール、6階にスカイロビーを置き、8階から26階をオフィスフロアとした。フロアは西向きに開いた角口約59メートル、奥行き約20メートルの整形な空間とした。都市計画提案における、 地域貢献の一環として、外区全体で利用するエネルギーセンターが再開発で最初に竣工した太陽生命日本橋ビル内に整備されている。1933年、高島屋は高橋貞太郎が設計を手掛け、日本生命保険が所有する東京日本生命館に東京店を移転する。同館は戦後数回、村の東後の設計による、 継承的かつ創造的な増築が行われた。今般の再開発を前に、日本橋店の本館が国の重要文化財に指定されたことを受け、大規模な変更工事ができないことから、AC 外区と道路上で接続する連絡通路の増築を市街地再開発事業での建築工事とすることにより、従前建物は除却せず、活用し、本館にあった荷さばき場と駐車場の機能を、 AC 外区に移設し、本館の2砂き場は車寄せに、屋上駐車場は屋上庭園に改修された。これら工事は、百貨店の営業終了後の夜間工事で、すべて対応し、営業を継続しながら、施行を行った。これほどの大規模な重要文化財を活用し続けるという事業は、全国的にも先駆的な試みであったという。日本橋高島や北別館や、 日本橋富士ビルなどの跡地に建てられた地下5階、地上32階の日本橋高島や三井ビルディングが位置する。このうち地下1階から地上7階部分が日本橋高島や SC 新館となり、日本初上陸の海外ブランドなど専門店を中心に115店が営業する。周辺のオフィスで働く会社員の需要に合わせてカフェなどの一部店舗は 平日の午前7時半に開店するほか、地下1階の正常石井は午後10時まで営業する。地下1階及び地上1階にオフィスエントランスを廃止、9階にオフィスロビーと最大238名収容可能な日本橋密井法ルを置くほか、9.10階にテナント企業向け会員制施設が設けられた。10階から32階がオフィスフロアで、 基準会は隣接ビルとの見合いへの配慮からコアを北側に配置した。組合員である帝国繊維、山本山、1階で砂防も営業するなどがオフィスを構えるほか、大学院大学自然館がキャンパスを置く。休息所、地域防災倉庫が整備された。ありがとうございます。